はい、皆さんこんにちは、太田優衣です。さあ、というわけで本日は愛知県にあるジブリパークにやってきました。まあ、私が今日やってきてるのはゴールデンウィーク直前の平日にやってきております。今日は私散歩券を買いまして、平日の午後にやってきているんですけれども、今日はその散歩券でどれぐらい楽しめるのか、久しぶりの平日のジブリパークで、まあ、どのくらい楽しめるのかっていうのをご紹介したいなと思います。というわけでフルオープンから1ヶ月のジブリパーク紹介いってみよう。散歩券は基本的に建物には入場できなくて、大倉庫ですねも入れない券になっております。なので今日はね、ちょっと大倉庫以外の4エリアを回るという感じなんですけど、まあただね、今日は午後からなので、まあ、おそらく全エリアは難しいと思うので、ちょっとエリアを絞ってね回っていきたいと思います。駅側のロッカーなので、まあ、多分一番人気だとは思うんだけど、やばい、よかった、私今日名古屋駅で預けてきたので、ちょっと地方からでね荷物持ってくる方はコインロッカー埋まってる可能性もあるので気をつけた方がいいかも。はい、そしてこちらがじゃーん、エレベーター塔でーす。はぁ、今日もかっこいいです。というわけでまずはもののけの里に。これね、私的にはなんか回り方としておすすめなのが、最初に魔女の谷を行くんじゃなくて、先に魔女の谷エリアの4エリアに行くのが個人的にはおすすめかなと思っています。っていうのもやっぱさ、今魔女の谷エリアがオープンしたのが一番さ新しいからさ、みんな魔女の谷に行くわけから、なんか結構その午前中からだいたい4時ぐらいまで魔女の谷エリアってすごい賑わってて、残り1時間ぐらいでみんな他のエリアに行ったりとかするから、16時以降ってめっちゃ魔女の谷エリアすくんですね。だから今日はちょっと逆張りをして先にね他のエリアから回っていきたいと思います。ちょっとまずはね、私はもののけの里に行って五平餅でも焼こうかなと思います。できた。できました、イエーイ美味しそう。いただきます。うん、ドリアっぽい。うん、うわ、チーズが合う、最高すぎ。醤油、うん、カレーも美味しいけど、五平餅らしさと合うのは醤油かも。美味しい。もう私はね、この五平餅体験はね、スタッフの方が本当に素敵で、もうすごい楽しく体験させてくださるので、もう絶対やりたくなっちゃうの来たら。体験自体も7分8分ぐらいで、会計とか入れても多分10分ぐらいだから、なんか時間ロスとか全然気にすることなく体験できると思います。この残ったタレはお持ち帰りできるので、お家に連れて帰りたいと思います。ごちそうさまでした。
ごい。はい、ここで少し補足説明をさせていただきますと、ジブリの名前の由来って実はサハラ砂漠に吹く熱風のことと言われておりまして、これは日本のアニメーション界に旋風を巻き起こそうという思いをもとにつけられたそうです。なのでジブリが発刊している月刊誌も熱風というタイトルだったりもするんですけど、だからこの熱風も意図的につけられたのか偶然なのか、ちょっとテンションが上がっているという状況です。そしてその施設の裏にこれがあるらしいです。炭焼き小屋。これね、さっき教えていただいたんだけど、見て、ほらほら、炭すごいでしょ。ここに木を入れて炭を作るらしいです。すごい。なんかね、3日3晩かかるから、実際にこれが五平餅に使われてるわけじゃないらしいんだけど、こういう施設もね、ちゃんと置かれてるみたいです。はぁ、すごい。昼ご飯を食べます。今日は午後からでね、あんまりレストランとかに並んでる時間もないので、じゃーん、お弁当です。では私が JTB さんと監修させていただいたみんなの遠足弁当です。オープン。わー、美味しそう。いやー、嬉しい、ついに食べれる。はい、このお品書きも書いたやつなんです。かわいい。自分が作ったお弁当が目の前に。やばすぎる。いただきます。だし巻き、うまっ。なんかちょっと自分で作ったからってわけじゃないけど、おいしい。ちゃんとおいしい。ね、やばい、幸せすぎる。何この、大好きなジブリパークで大好きな自分が作った大好きなお弁当。ちょっと考えがかすぎるんだけど、去年ほぼ1年かけて旅行会社の JTB さんとね、作らせていただいたお弁当でして、まあ、その密着動画とかも上がってるんですけど、今年の3月16日から販売させていただいておりまして、私も試食ではさ、何回も食べてたんだけど、このパークで実際に食べるの初めてだからさ、ちょっと泣きそう。特に今日みたいに、そういうちょっとさ、レストラン並ぶのに時間取れないなとか、ジブリパーク楽しみ尽くしたいなっていう人向けにこうやってお弁当作らせていただいたので、本当自分の好きな時間にピックアップして自分の好きなタイミングで食べれるから、使ってぜひみんな食べてください。だからまあ今回は大倉庫行けないので、あと地球へ行くか、どんどこ森エリアに行くかなんですけど、アクセスで言うとこの地球屋のある青春の丘の方が近いので、その移動に時間使いたくないよっていう方はこの後地球屋の青春の丘行くのがおすすめです。けど猫バス、有料の猫バスに乗るとどんどこ森も10分ぐらいで行けるので、その猫バス乗ってみたいよっていう方とか、どんどこ森も多分全然時間的には行けるんじゃないかな。ごちそうさまでした。いや、満腹。じゃあちょっとね、なんか雲行きもちょっと怪しくなってきたので、じゃあもう早速魔女の谷に行ってみましょう。が増えてますね。ベビーカー置き場が増えてる。おちょっととりあえず牛チリパン屋に行ってみたいな。どれぐらい待ち時間になってるんだろう。おー、やばい。今だいたい3時なんですけど、牛チリパン屋の待ち時間は20分ぐらいらしいですね。20分ぐらいで、かつちょっとパンが売り切れていると。で、待ち時間が少なくさ、パンが買える方法としてセット販売があったと思うんですけど、あれもすでに売り切れてるみたいなので、現状ね、その20分並んで買うしか方法がなくなっておりました。なるほどね。だからちょっとパン絶対買いたい人はもうちょい早めに来た方がいいのかもしれない。
っと散歩券だから中には入れないんだけど、でこのうちの裏庭、じゃん、洗濯物が干してあります。かわいい、ペラヤーガの服だ、そっくりそのまんま。生活感がありすぎる。アーヤがさ、洗濯物干しに行くシーンもあったから、あともうジブリパークのこういうところがもう本当に大好き。結構ね、チケットなくてもこういう外観を楽しめるのでいいですね。すごい楽しい。4時ラストオーダーなんですけど、3時50分に入ったら貸し切りでした。すごいんだけど、誰もいないんだけど、すごい、ちょっと貸し切りになってしまいました。まあもうラストオーダーだからね。すごい、あのアーヤと魔女がイギリスが舞台なので、ここでもイギリス料理が主に食べれるんですけど、その魔女のオーブンにちなんで魔女っぽいメニューがねいっぱいあります。ちなみにこの可愛らしいメニュー表の縁はスタジオジブリの方が挿絵を描かれたそうです。可愛すぎる。売り切れてるの結構あるのでお願いします。コウモリのチョコレートに、うわ、骨に見立てた、これなんかメレンゲクッキーみたいなのが刺さってて、そして、あーすごい、まだ目玉が入ってる、やばい、やばすぎる、怖いって。クリームソーダですね。いただきます。あ、甘い。うわ、クリームソーダっていうか、あれだ、グリーンアップルの味がします。そういう感じなんだ。メロンじゃなくて、あのリンゴ、青リンゴでした。メレンゲクッキーだ、美味しい。うわ、甘い、美味しい。味付いてないメレンゲクッキー多いんだけど、これ美味しいやつだ。出てきました。今はこの魔女の谷の外にあるね、ジーナの休憩場所をお借りしております。とりあえずお土産も1個だけ買ってきました、自分用に。お土産の内容自体はほぼほぼ私が行った時とはそんなには変わってなかったけど、やっぱり平日に来るとなんかほんとゆっくり見れるなっていうのが実感ですね。まあ、グッズ売り場もそうだし、パン屋さんも比較的、まあ、20分とか30分だったから、まあほんと平日ってさ最高だなと思いました。私みたいに午後からでも十分楽しめると思うので、フラットジブリパークもちょっと私的にはおすすめですね。なんかちょっと今後も私は多分名古屋来たら2時間だけとか3時間だけとかでなんか全然来たいなと思ってしまいました。最高でした。というわけで午後からでも十分楽しめるということで、今回終わりたいと思います。今回の動画もいいなとか参考になったなっていう方はいいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで東京に帰ります。それではバイバイ。